はいどうもファイヤープロモーター4回目、まあ、今回はちょっと明日早いんで30分ほどサクッとやりたいと思います。食後にちょっとやりましょうで団体情報とかなんですけど、実はここでスタイル変更がね、王道にしたら王道になるのかな。ねえ、フリーいいじゃんって話だ。レスラーがもともと変わんないもんね、フリーばっかなんだけど。はい。で、レスラーも結構、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、30名。そしてチーム天下フグが倒産しちゃったんで、豊臣と織田とかをねこうスカウトに成功してますで、あのファイトクラブさんとかも倒産しちゃったんで、こう東京城とかね、でブレイクさんとかも倒産したのかな、倒産してないのかな、まあ、とりあえず反対情報ね。そう、もう EDO しか残ってないんですよ。で、ロードランナーが意外と粘ってんだけど、もうお金なさそうだな、厳しそうだな。ランキングの方なんですけど、もう自分こう7位に来てます。戦国プロレスもう6位ぐらいいけんじゃないかな。で、人気の方はでも12位、要するに日本以外全然ダメってことで、まあ、レスラーは、まあ、大所帯なんで、まあ、なんそういうことでしょう、性能強いは。で、設備は、ね、大充実。設備ぶっ込んでる分、こう、管理資産は少ないと。で、ベルトなんですけど、まあ、結構他の団体のベルトとかを集めてるんで、まあ、順位に。まあ、軍団もある程度、豊臣軍とかもう今織田軍になっちゃうのか、ね、織田軍チーム天下不動ガサシャミ、ちょっとね、もう一回ほら、戦国は豊臣だよ。加藤は豊臣か。始末が欲しいな。渋谷と浦和以上を入れときましょうか。
外人軍を作りたいですね、そのうち。運営ですが、まあ、こんな感じですね。足りましょうか、お金あるしな。もうどうせ修繕するぐらいだったら、ね、新しいものを買った方がいいんですよ。あ、もうマックスなんだこれ。道場レベル9で、まあ一緒にしとこうか。そんなお金使ってもしょうがないしな。グッズの方はもう満単位で5万とかも作れるような感じになりました。こんなん図書館2万ぐらいいっちゃおうか。いっちゃうぞ。だから DVD2 万枚とかね、軍団グッズ5万。この前一回弁当超作って1万ぐらい使った後、間違ってバカンス行っちゃって弁当全部廃棄しちゃったっていう悲しい出来事が。で、単体提携はしてないのか。取れないんすわ、こいつらから。なんか知んないけど、よっ。でタイトルマッチ、相手のベルト狙いので、ちなみにあの向こうのヘビ、メキシコのヘビタッグもおだぶつけて取っちゃいました。他の団体のベルトも結構、まあ、倒産したとこも多いんですけど、統一戦とかやったら面白いかもしれませんね。統一戦やらせよっか。戦国のチャンネルいいか。待てと、6人タッグなんですよね。うん、全部タイトルマッチ。で、このタッグに勝てそうな
ヘビー、ミニアヘビーがね、うちそんな強ないんですわ。これはちょっと違うか。はあーだって毛が多いっすね。待ってる。お高い。どうしよう。やばいな。やべえな。基本大ホールで、だんだんちょっと危ない。ルールやっとかないと。ルーワットと。ショーマン、ピッチャー、こっちはいいんだよな。ピッチャー、こんにちはなんてね、あれじゃない。アドリアン、アドリアンもいっちゃう。これキャンセルされる、ドタキャンセルで厳しい。よし、ああ結構2人とも強いと思ってみる。やべえ、ああ1万人減った。そうか、じゃあ相手だってルチャとショーマンだから一つしか選べねえからさ。クソ、あいつできんだ、できん。
1つのカードキャンセルされるだけで1万人減るもんね。おめちゃくちゃやばくて、開幕にオレンジクラッシュしてるオレンジクラッシュになったらシュバインとかマジかよ、大技構成ばっかこいつやばいな、ね、めちゃくちゃやばいな、すごすぎるやろ、ね戦枠だもん、しかも試合評価下げるしさ、クリティカルグッド久田だ、フィニッシャー開幕振りまくってるところ、こういう不満持ってるとかあれなんだよね、これ横にアイコンカーソル、あのパワープロみたいにさ、こうにっこりマークとか、なんかそういうさ色とかなんかすぐ見てわかるような感じしてほしいよね、これだからさ、なんか聞けば聞くほどボロが出るっていうか、キリがねえな、外いりません。あとなんかバグってるの、違う技とか同じ選手なんで技が違うやつがいるんですよ、何なんだろう、歌舞伎用欲しいな、あーハービン溜まった、そうあいつのせいや、メキシカンのせいや、インタクトーナメントすっかな、
ますか、もう一回だの。どうしよう、メキシカン。いつの間にベルト持ってんだ。ああ、超速ビール、
これなんですけど、あれなんですよ、まとめてこうね、キャラでもこう、この辺、この2つの変数をガッて上下とか入れ替えたいんですけど、それができないんですね。毎回こう、マッチ 69% は厳しいっすな。2人タック意外と早く終わるね、これ。2人タック、2人タックとか6人タックの方がいいかもしんない。止めて入場しなかった、はい、うん、こちらは作ってるのですが、いつの間にかこのバーナーの次この6つが未知数、うん、一回調査して負けてるんですけど、うん、この普通の6つがあってます。
ドライヤーのタッチに抱き、次々とうちのレスラーが壊されていってる。いや絶対今の SM オレンジクラッシュっしょ。なんかやってんの、めちゃめちゃなんかモデルレスラーで皆さんの話を解析して、絶対やばい。ああ東京ボンバー食らったから、75% で満足度低いって言われるからな。がっぽり。2年目終始使っちゃったな。あでもランキングをもう2位じゃん。人気は低いんだな。設備だけには定評がある。サムライ TV か。契約中はデスマッチの禁止。あーでもこっちの金すげえじゃん。サムライ TV のがいいな。
スマッチすることねえしな。800万、毎月800万もらえるのか。こっちはテレビがただになる、あの、ね、宣伝費が安くなればいいのに。まあまあ将来金取りましょう。お、いや、なんで？これすげえじゃん。これスポンサー、こっちね、契約解除できねえのか。これうめえじゃん。あれ、これまだドームできないのかな。はい、あー、やるか。うおー、高っ。あ、もう40分だった。ということで今回はね、こんな感じでメタドームいけるんだろうね。とりあえずコツコツって、結構なんとなくね、5年ぐらいやったらいけるようになるんじゃねえかなと思ったんだけどね。はい、ではまたお会いしましょう。